ホリネズミは、ホニューコーネズミモクネズミアモク、ホリネズミカに属する、ホニュー類の総称。中央、アメリカ及び北、アメリカに五族35種が生息する。地下に広大なトンネルを掘ることで知られている。同地域に分布し、地下に巣穴を掘る、リスカのジリスが、しばしば誤って、ゴファーと呼ばれる。ミネソタ州の愛称の一つは、ザ・ゴファーステートである。中央、 アメリカ及び北アメリカ体長12から35センチメートル、中央アメリカに生息する種には、体重が1キログラムになるものもある。いずれの種も、オスは、メスよりも体が大きく、体重差は2倍近くになる。紐は、ほとんどの種が茶色で、しばしば澄んでいる土の色によく合う色をしている。英名のポケットゴファーの由来となった大きな頬袋を持つ。 大袋は内側に毛が生えており、口の両側から肩に届くまで広がる。土を掘り、狭いトンネルの中で生活するのに適した体になっており、ずんぐりした体に首はほとんどなく巨大な紋子と長い爪の生えた力強く短い手足を持つ。目は小さく、毛の生えた短い尾は後ずさりする際にトンネルを探るために使う。 生活のほとんどを地中で過ごす。すべての種が網目状につながったトンネルと巣穴を掘り、食べ物を探したり、休息したり、頬袋を使って、食物を巣穴へ運んで貯蔵したりする。ジリスとは異なり、掘りネズミは大きな群れで暮らすことはなく、地上で見かけることも滅多にない。巣穴は土が柔らかくトンネルを掘りやすい地域に見られる。 家庭菜園や畑といった人間の生活圏でも巣穴を掘り芝生がハイドの塚だらけになることもある。装飾性で主に根や海景を食べる。いくつかの種は農作物を食害する。プラスチックのパイプやホースなどをかじることもある。以上のことから害獣とみなされ、駆除業者も存在する。繁殖期以外は単独生活者で縄張りを持つ。お互いに 縄張りが隣接している場合、オスとメスがいくつかの巣穴や巣質を共有することもあるが、通常は個体ごとに自分の巣穴とトンネルを持つ。種や地域の環境によって繁殖は年1回、または年間を通して複数回行う。一度の出産で2からことを産むが、いくつかの種では数がより多くなる。子はおよそ生後40日で離乳する。 しばしば外部寄生虫を媒介する。主な捕食者に、イタチ、ヘビ、タカがいる。寿命は、病気や捕食されることがないと仮定して、1、3年。最長の寿命は、約5年である。東部ホリネズミ属ジョミスのような数種のホリネズミは、野生での寿命が7年までと記録されている。典型的なホリネズミ、東部ホリネズミジョミスバーセリアンス。 巣穴を掘るテキサス掘りネズミジョミスパーシネタス5属35種が属する。ただし、分類については議論が続いており、以下のリストが決定版ではない。ありがとうございます。